都道府県紹介シリーズもこれで最後となります。沖縄県を見ていきましょうまず沖縄の位置を確認すると九州の南っていうのは分かっていると思うけど結構南なわけねさっき紹介した鹿児島そして屋久島種子島があるんやけどそこから南に下って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 ここに沖縄本島がありますこの島です県庁所在地の那覇がある沖縄本島があるわけね ちょっと那覇難しいので大きく書いときましょうこれで那覇と読みますまあ沖縄はこの地図を見てもらったら分かるとおり鹿児島からはも,もちろん近いっちゃ近いんやけど台湾とか中国そしてこの南の方フィリピンとか東南アジアの国々とも近いわけねなので日本に組み入れられたのも正式に組み入れられたのも後のことになるし本当にいろんなアジアの国の文化を吸収しながら 発展を遂げまあなのです今回はちょっと沖縄の地理を見ていく前に簡単にやけど沖縄県の歴史を確認していこうが沖縄を理解する上でとても大切になってきます。 まずどこから始めるかっていうと1429年もちろんこれより前に沖縄もたくさん人がいていろんな国があって争いを続けてきたんやけどその中で小橋という人が琉球王国という400年以上続く王国を成立させました今は観光名所となっているこの首里城この首里城は琉球王国の王朝のお城なわけね おお城城ととはは日本のお城とはだいぶ違いますやっぱりアジアの他の国々の影響を受けているそういった琉球王国が1429年15世紀の最初の方に作られましたよとただ江戸時代になって日本も戦国時代が終わって安定してくるとここで日本がやってくるやね薩摩藩今の鹿児島県っていうのが1609年にこの琉球王国に対して 進行を開始。琉球王国っていうのは薩摩藩の属国のような形になりました。 この辺りから琉球、沖縄っていうのは日本に組み入れられてくるよね。1872年、明治になってくると、琉球王国っていうのはなくなって、琉球藩というのが置かれる。そして、全国的に廃藩地権、藩がなくなって、県が設置される中で、例えば薩摩は鹿児島になったし、同じようにして琉球藩っていうのは沖縄県として設置をされるようになったわけです。 なので本当に正式に沖縄が日本に入ってきたっていうのは明治になってからの話なわけねそして20世紀日本っていうのはアメリカだったりヨーロッパの国々と大きな戦争をしていくことになります特に第二次世界大戦太平洋戦争の時には陸上戦の中で最も大きな戦いとなった沖縄戦が繰り広げられることになりました日米合わせて20万人以上の戦没者が出るとても大きな戦いになりました そしてその後この沖縄っていうのは太平洋戦争の終わりに結局アメリカに統治をされる形になったので戦争のあと第二次世界大戦が終わった後もしばらくアメリカの統治下に置かれることになりましたもう30年近くアメリカの支配下にあったわけねそれが返還されたのが1972年5月の15日です日本に沖縄いうのは帰ってきた。 ただまだまだ沖縄にはアメリカ軍の基地もしくは軍事施設がたくさん残ってるね日米安全保障条約のもと日本全国にはアメリカ軍の基地が置かれてるんやけどそれが最も多くなっているのがこの沖縄なんですこの沖縄本島これを本島というね本島の面積の約18%ですこれがアメリカ軍の基地だったりもしくは軍事施設になってます でもこういった違う歴史沖縄県が他の地域と他の都道府県と違う歴史を持ってきたことで逆にそれは沖縄の魅力にもなっているわけね沖縄県の産業特に盛んなのは第三次産業になってきます例えば有名な観光地としてはとても沖縄らしい地形が広がっているこの竹富島とか有名やし やっぱり沖縄は海もとてもきれいですスキューバーダイビングのスポットもたくさんあるしこういったサンゴ礁も広がっている第三次産業その中でも観光業が特に盛んなわけねそしてこういった観光業以外にも例えば農業っていうのも結構沖縄独特になってくるんですやっぱり沖縄はだいぶ離れてる本土の方とだいぶ離れているので気候亜熱帯になってきます作られる作物有名なものとしてはサトウキビであったりあとはパイナップルであったり そういったものうなもにこのサトウキビはこれを原料として黒砂糖に使われたりもしくはバイオエタノールという燃料に今はなったりもしています米軍基地アメリカ軍の基地とかの問題がある一方で沖縄っていうのはやっぱりその歴史文化っていうのは独特ですそういったところが日本全国そしてアジアの他の国々からも観光客を呼び寄せてるんです